はい、どうも皆さんこんにちは。はい、今ね JR 香椎駅前に来ています。今日は三日月山とか橘山をね登ってみたいと思います。はい、こちらのデイリーストアでランチのね、カップヌードルとか飲み物をね調達したいと思います。はい、今ねようやく駐車場にね到着したんですけど、登山口はねまだだいぶ先の方なので、公衆トイレとかがある方にね行ってみたいと思います。長谷ダムなんとか記念、少し進んだところにね、かなり大きな駐車場ありました。いっぱい車停めれます ね。正面にはトイレもあるし、かなり便利な場所ですね。はい、登山口に着いたので早速スタートしたいと思います。頑張ります。あとついにですね、モンベルのザックとモンベルの靴をね購入しましたね。今日初めて下ろしてみましたね。両方青です。途中なんか GoPro の調子が悪くて、まあ設定ミスなんですけど、めちゃくちゃ手ぶれがひどくて、ちょっとその部分はカットしました。おはようございます。ほら、やりましたね。一発目三日月山の山頂に登頂成功です。今日は事前の天気予報で曇り予報だったんですけど、見事にねこの青空晴れてくれましたね。ありがたいありがたいね、ラッキーです。今ねやっと山頂に到着しました。選ばないよ、こうなってる、うん、どこで、あまりも山頂で帰ればいい。せけ272メートルなんですね。低山ですけど、景色はかなりいいですね。素敵な山ですね。はい、次は一番のメインの橘さんに向かいたいと思います。それが終わったね。こんにちは。それが終わってから切らしたと。おー、よかったじゃん。山でね、うん、うん、もうね、またね、ちょっと道を間違えてしまいました。戻りよった、やばいやばい。実は今日序盤の方から道に迷いまくって、山っぱあんま見てなかったんですよね。ダメですよね、こんなんじゃ。今向いてるこっちの方向からこうパンして、こっちですね。はあ、こっちが橘さん、なんかありますね。三日月橘さんの式、へえ、あ、気温計がある。現在これは何度、4度かな、4度しかないんですね。歩いてるとだいぶ暑いですね。なかなかのね急登が続いてます。よいしょ、
よいしょ。やりましたよ、立花さん。2つ目のピーク登頂成功です。平日の火曜日なんですけど人が結構いますね。すごく人気のある山なんですね。立花山367メートルね、なんとか登頂できました。景色がやばいね、やっぱすごい。これ見てください、これの空の綺麗さと、海も見えて街も見えて、そして山緑も見えて、最高のロケーションですね。もうね、鹿の島とかのこの島とか丸見えですね。頑張ったら宗像の沖の島まで見えるらしいですよ。やっぱインスタ360面白いですね。撮りがいもあるし編集も楽しくて、幅がね数段に広がりましたね。よし、ここでね昼ご飯食べたいと思います。2つあるうちの水筒が1つこぼれててちょっと慌てました。山で食べるカップラーメンはもうね最高ですね。さて残り6個ピークハントしたいと思います。頑張りますよ、まだまだ。こんにちは。よっしゃ、再開します、ね、全部でね8個ぐらいピーク取りたいんで、ちゃっちゃかちゃっちゃかいきます。こんにちは。こっちかな、白竹ジュース。よいしょ、山のサミットが行われる感じですかね。撮ろう写真。ロープがないとずっこけてしまいそうな感じですね。あ、ちょっとロープは緩いね、ここ。怖い怖い怖い。わー、ロープ緩い。ちょっとハードモード。ここにもね椅子が2つあります。筑前立花城大一足、読み方わからんけど、はあ、よっしゃ、今日3つ目のピークですね。皆さん見えますか、これロープね。ここもずっこけそうですね。一回転んだらなんかドドドドドって行きそうで怖いですよね。いや、アドベンチャーです。うわ、筑前立花三条小一足、208メートルらしいですね。可愛いですね、なんかね。
根元にこの標識あるの面白いですね。ちょっと美味しいね、ポカリ最高。すごいこう引きずって転んだ跡がありますね。誰かずっ転んだんでしょうね。でここで土手になってるからここで滑り落ちて止まったんでしょうね。わかるわ気持ちね、ズドドドドって1メートル50センチぐらい滑ってましたね。よっしゃ着いた。筑前橘三条小つぶら、はあ、ここもね見晴らしがないね。なんか山道じゃない、完全にルート外れてやばいとこ出ましたね。いいかなこれ、とりあえず分からんけど下に置いてみます。あ、あっちテープ見えた。あ、よかった取ったんや。危なね、ちょっと遭難するかと思ったけど、あ、このテープが見えて安心ですね。このピンクのテープ、あとなんかちっちゃい井戸もあるね。すごい見えますかねこの急登、大津村直通ルート、これやばいね、絶対息切れポイント。よいしょ、はあ、うわ今回の山で一番ハードがハードモードかもしれません。最難関かな、どうかな。ほっこのねロープが細いけね、手に食い込みますね、力入れるとグイって。もっとねこう分厚いやつあったらいいんですけど、まあ手袋しろよって話なんですけどね。よいしょ山頂かな。でけえこれ、大津村来た。よしやってった。やった。松尾山山頂342メートルね、無事に到達することができました。眺望が少しだけ見えるかな。さてここまで来たから最後は白滝行ったら最後のピークかな。山頂に到達しました。白岳山頂315メートル、やりました。よく頑張った。なんとかね8つのピークハントに成功することができました。嬉しいですね。やった降りてきた。ようこそ橘山へね、ウェルカムトゥ橘マウンテン。ああちょっとやっぱ一安心しますね、無事降りてこれたら。ああまだ今は昼の2時50分ですね。
思ったより早く8個のピークを取ることができましたね。序盤かなりね道に何回も間違えてかなりロスになったけど後半取り返しましたね。はい、復興大前駅に到着したのでこの駅から小倉駅に帰りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。